こんにちは。今日は君子欄を書いていきたいと思います。名前に欄と入っていますが、君子欄は欄ではなく彼岸花の仲間です。少し回して向きを変えます。次に茎を描きます。少し斜めに描きました。そして額を入れて花をつなぎます。葉っぱを描きます。お花の中心を黄色で塗っていきます。写真はゴールドのボールペンで描いていきますね。この方がにじまなくて簡単に描けます。最後に落款をして君子欄が描き上がりました。皆さんもお試しくださいね。